影の前にしたこと。あ、ずっと音源を聞いて歌ってたよ。朝も夜も時間があるときはずっと。今回の新曲は歌うとドキドキして心があったかくなるんだ。だからこのドキドキをミュージックビデオで伝えられるって思ったら撮影がすっごく楽しみになったよ。撮影の時はちょっとだけ緊張してたけど、スターリッシュのみんながいたから俺も頑張らなきゃって思えた。出来上がったミュージックビデオで俺たちの素直な気持ちが全部伝わっているといいな。ファンのみんなにはライブとか手紙とかでたくさん元気をもらってるよ。いつも本当にありがとう。今回のミュージックビデオではその思いにちゃんとお返しできたなって、俺たちの思いをたくさん詰め込んだんだ。ミュージックビデオを見てくれた子はどんな感想だったか教えてほしいな。まだ見てない子もぜひチェックしてね。あと欲張りかもしれないけど、このミュージックビデオを見て俺たちのことをもっともっと好きになってくれたら最高なんてね。でもそれを可能にできるくらい、これからもキラキラに輝いてみんなを笑顔にできるように頑張るよ。